にちは、カズカオと申します。よろしくします。やっていきましょう。ということで本日はなんと2022年日本選手権 100m の優勝、サニーブラウン・アブデル・ハキム選手に来ていただきました。イエスイエスイエス、豪華すぎます。はじめまして、よろしくお願いします。タムジョーと申します。ちなみになんですけど、はい、タムジョーってご存知ですかね。すいません、すいません、ちょっと疎いですね。ああ、疎い感じですか。はい、じゃあんまり知らない感じ、はい、ああ、なるほどなるほど。僕実は YouTuber やってるんですけど、はい、なんとちょっとサニブラ選手覚えてないかもしれないんですけど、はい、僕高校の時 の、はい、南関東総体あったんですけど、はい、その時に実はサニブラウン選手の隣すれ違ったんですよ。すれ違ったんですか。覚えてますか。いや、全然覚えてない。全然覚えてない。僕だけですね。はい。でそのサニブラウン選手となんと、はい、今回こんなもう近くで対談できるなんて思ってなかったので、すごい嬉しいです。はい、なんで今回聞いていっちゃってよろしいでしょうか。いや、ぜひぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、さっきもね言ったんですけれども、日本選手権ですよ。はい、日本選手権実は僕見に行ってたんですよ。本当ですか。はい、でサニブラウン選手の走り実際見てて、はい、はい、で優勝されたということで、さすがの走りだなというふうに思ったんですけれども、はい、その日本選手権なんですけど、サニブラウン選手は実際その、優勝されましたけど、走ってみてどうでしたか。そうですね、走ってみて、まあ久しぶりの大会で気持ちよかったなっていう感じです。ああ、結構良かったと。はい、観客も入って歓声も結構ありましたもんね。久しぶりですね。久しぶりの観客の皆さん。はい、ああ、やっぱ日本好きですか。やっぱり日本はいいですね。ああ、やっぱいい感じで。なんかその走りの部分とかはタイムとかなんか自分的には納得はいきましたか。まあ納得はしないんですけども、まあでもまだ準備段階なんで。あ、今が準備。はい、まあここからです。ああ、ここから、まああれですよね、まあ世界選手権に向けてちょっとまあやっていくみたいな感じですかね。はい、100m に履かれたこのスパイクですよね。はい、このかっこいいスパイクということで、このスパイクについてちょっとサニブラウン選手に聞きたいんですけど、はい、まあスパイク、短距離用のスパイクとか短距離のシューズは結構、まあ、プーマさん昔から力を入れてて、まあ、僕が印象的で言うと、そのなんかウサイン・ボルトさんが、まあ、今も世界記録保持者ですけれども、履いてたのがすごい印象残ってるんですけど、この今僕も履かせてもらってるんですけど、長距離用のシューズはですね、2021年ぐらいから結構力入れ始めて、まあ、最近力が入ってきたという感じなんですけれども、まあ、その短距離用のスパイクと長距離用のシューズについてちょっと今日話したいんですけど、率直に聞いたんですけど、はい、このプーマさんのスパイクどうですか。いや、めちゃくちゃいいですね。めちゃめちゃいいですか。はい、なんか反発とかも結構あるんですか。いや、もう本当に何ですかね、靴にバネがついてるような感じで。靴にバネが、はい、本当に足ついた瞬間に帰ってくるような感じなんで。あ、なるほど。走ってて気持ちいいですね。そうなんですね。それで、まあ、短距離スパイクもあるんですけど、まあ、僕も今実はディベートニトロ2っていうシューズを履いてて、まあ、こちら世界選手権の、ね、世界選手権に向けた、まあ、カラーだったりとか、そういう選手に、まあ、履かれてるんですけど、まあ、僕がちょっと少し先行で履いてるということで、選手初期の頃、瀬古さんとコラボ動画を撮らせてもらって、その時にすごいマラソンとか、今回ここから力入れていくんだよみたいな話をその動画でして、で僕も実際履かせてもらったんですけど、やっぱクッション性もあったりだとか反発もあって、サニブラウン選手が言ったようなもう前に進むような感覚とかも、レース用のシューズもあってすごい魅力的だなとか思ってたりしたんですけど、サニブラウン選手も、まあ、このスパイクはレースで履かれると思うんですけど、そのアップとか普段の練習とかは、もしかしたら多分こういう長距離用のシューズとかは履かれると思うんですけど、どうですかね。履いたりしますか。そうですね、本当にウォーミングアップのジョギングや、まあ、ドリルの時などに、まあ、履かせていただいて、はい、まあ、普段から本当にそうですね、全てのものに対して、あんまり反発するものを使っていると、やっぱり体に疲労が溜まってくるんで、まあ、少しはそうですね、足を気遣って、まあ、クッション性などがあるようなものを、まあ、アップの時は履いてるかなと思います。なるほど。じゃあ、サニブラウン選手も履かれてるんですね、長距離のシューズを。
なるほど。まあこれ、まあ、結構何回も言うんですけど、まあ、2021年ぐらいからこう力入れ始めたんですけど、そのまあ2021年の前から谷村選手は福山さんと、はい、まあ、あの契約して、まあ、選手でやられてると思うんですけど、その昔の長距離シューズとこの今進化した、まあ、ディベートシリーズとか進化した長距離シューズでなんか変わった点とかって何かあったりしますか？そうですね、まあ、自分がまあ一番気づいたのは、まあ、クッション性はそりゃそうなんですけども、はい、まあ、ものすごくシューズがまあどんどん軽くなっていってるかなっていうのを一番感じるところは思います。昔はちょっと重かった感じ、もう少し重みがあったかなという記憶がありますね。なるほど、ちょっと軽くなりつつクッション性も増した感じですか？まあそうですね、本当に歩いててもそうですし、まあ、ジョギングしてたり、まあ、ドリルしてるときも、まあ、本当に、まあ、軽々と動けるような感じになってるかなという感想ですね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、昔よりも進化して良くなったって感じなんですね。そうですね、どん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 進化していってるような感じですね。なるほど。で、サニブラウン選手は今、なんとアメリカに拠点を置いて、はい、今練習されてると思うんですけど、そのアメリカ その選手だったりチームメイトだったり、あとまあフーマンを履いてる選手だったりいると思うんですけど、はい、その選手が与える影響とかって何かあったりするんですかね？そうですね、やっぱり練習してるチームメイトが本当に、うん、世界のメダル取ったり優勝したり、うん、オリンピック優勝したりするようなチームメイトばかりなんで、うん、もう本当に私生活から、まあ、練習に取り組む姿勢、練習での姿勢、まあ、本当にオンオフ関係なく学ぶところがすごい多いですし、うん、まあ、チームメイトであり、まあ、本当に一緒に走るライバルであり、うん、というような感じで、まあ、刺激的な毎日を、まあ、過ごすような形ですね。あ、はい、選手から刺激もらって自分も、まあ、追いつきたいとかそういう目標が、まあ、目の前にあるみたいな感じですかね。はい、実はちょっと僕、日本選手権にちょっと出たいなと思ってて、はい、僕一応企画っていうか 1500m チャレンジっていうのをやってて、それで日本選手権出場チャレンジをやってて、今年の日本選手権が出れなかったんですよ、はい、で来年の日本選手権に向けてちょっといろいろまたもう一回練習したりちょっと頑張りたいなと思うんですけど、まあ、そういうなんかトップレベルのレースを出るにあたって、なんかサニブラウン選手が心がけてることとか、なんか気持ちの面とかそういうのってなんかありそうですか？まあそれこそそうですね、自分も最初から優勝するところから始まったわけじゃなくて、やっぱり出て、はい、まあ、負けて悔しい思いをして、またその舞台に立ちたいところから、はい、まあ、どん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 積み重なっていって、まあ、今の自分があるので、本当にそうですね、まあ、最初の目標が、まあ、出場としても、まあ、出て、それを経験して、またそこで戦いたいという気持ちが出てくると思うので、はい、まあ、どん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 小さく目標を作っていって、クリアしていったら、まあ、その先にまた大きな目標が見てくるんじゃないかなっていう感じです。なるほど、なるほど。じゃあ、まずは、まあ、僕は日本選手権がまずは目標なんですけど、はい、でそれを達成して、またそこからまた次の目標が見えてくるかなって感じですかね。そうですね、日本選手権出て経験して、はい、その状況楽しんでまたそこで走りたいなって気持ちが出てくると思うので、本当にその一つ一つの活力を使ってどんどん上に行くのが大切かなっていう感じです、うん、そういう楽しむ精神をちょっと見習って、はい、次につなげられるように、まずはこれがまず初期目標みたいな、初期ではないんですけど、まだ上を目指す勢いでちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。楽しんだもん勝ちなんで、楽しんだもん勝ち、はい、めちゃめちゃいいですね。ちょっとやっぱ僕もレース1回ってすごい楽しいんで、はい、やっぱサニブラウン選手もレース楽しいですか？そうですね、その心が一番大事だと思います。なるほど、楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。でですね、実は今こう出てきたものがあるんですけれども、こちらなんと、まさかメダル、日本選手権ですか？はい、お前だろ。でかめちゃくちゃでかいですね。え、こんなすごい、ライオンのよく見るやつなんですけど、目の前で見たの初めてですね、金。僕
はかけたりは厳しい感じですかね。かけたいですか。できればちょっとかけてみたいなっていう夢があったんですけど。大丈夫ですか、自分で捕まなくて。それを言われちゃうとなぁ。そうなんですよ。あれ、いいですか。全然ない。お願いします。おい、重っ。結構重いっす。いや、結構首痛くないですか。ちょっと、これます。これます。え、お願いします。優勝。あ、言わないって感じですね。タム上 YouTube ということで、たくさんサニブラウン選手語ってもらったんですけれども、まあ、日本選手権終わって、まあ、次の目標に向かって頑張られてると思うんですけれども、今後の目標をズバリ教えていただけますでしょうか。そうですね、ここからまた一段階に何か上げていって、まあ、また世界選手権でかましやろうかなという感じですね。かます。タイム的には何秒ぐらいを目指していく感じですか。まあ、具体的な目標はないんですけど、はい、まあ、でもしっかりいけば今後出てくるかなという感じです、ね。なるほど。めちゃめちゃ期待して見てます。応援してます。ありがとうございます。ということで、今後の目標も聞いたということで、僕もサニブラウン選手に、まあ、人気を与えられるか分かんないんですけど、元気と力を与えられるようにちょっと頑張りたいなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。盛り上げていきましょう。いいホーム待ってます。はい、頑張ります。はい、ということで本日はサニーブラウン選手の対談でした。皆さん見てくれてありがとう。ありがとう。次回もよろしく。バイバイ。完璧です。皆さん見てくれてありがとう。ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。